はい、皆さんこんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。最近は菜園がね、梅雨ということで、成長の過程というところをブログツアーとかで、見ていただいていると思うんですけれども、先日ね、キンポンのこの粉瘤についてね、お話をさせていただきましたが、結構ね、その健康生活っていうことに対してね、そういう生活を意識し始めたっていうのは、実際にその50を過ぎてからそういうことに目覚め始めたっていうことであります。やっぱり、キンポン自体も自身もね、自営業する前には、一つの、会社に勤めて、会社員生活を送ってきて、子育てを終了したわけなんですけれども、やっぱりその、会社に行くと、それなりに、現場職の経験もしましたし、また営業職の仕事もしてきました。で、現場職の仕事っていうことは、やっぱり製造ラインだったとすればですね、ある一定の期間には、休憩まではトイレに行けないとかですね、それまでは我慢しないといけないとかっていう、その、恐怖心がやっぱり、あります。ありました。で、その期間はやっぱり、迷惑をかけないようにするために、トイレに行かないようにするためにドリンクをね、いくら暑い時でもそのこういうドリンクを休憩時間にガブガブ飲むと、製造過程で、催したいっていうことになった時に行けないじゃないですか。で、それってやっぱり気持ちの上で整理がつかなくって抑制をするわけですよね。休憩であっても飲まないとかね、トイレに行きたくなったらどうしようとか、もしそれで、ラインを止めたらどうしようとかね、そういうことを思ったりすると飲み物を控えてしまうとかね、そういうことになったり、してしまいます。で、それはもっと昔の話で、長年はキンポの場合は営業職が多かったんですけれどもね、独立をして自分で、仕事を開業するまでの間は接客の仕事がメインだったので、やはりカッターシャツを着てネクタイをしてっていう、ホワイトカラーの道が長かったんですけれども、もともとねいつもこんな格好してるし、今でこそタンクトップにパンツ一丁っていう自分の好き放題の生活をしてるので、それは全くないんですけれども、それがあったからそうなったんですけれどもね。営業職の時が一番苦痛だったのが、この暑いこの季節の日本の中でですね、衣替えっていう時が来るまでもなくして、やっぱり大きな会社に行く時にはカッターシャツの上にスーツってまだ上着いるんですよね。紺とかいわゆる背広スーツっていうですね。で、もうそれが終わったら、もう脱いで、肩に、肘にかけて歩くって、それは誰もが経験済みのことなんですけれども、鬱陶しいですよね、もう首から。でね、もともと、新陳代謝が活発で、汗かきだったんですね。で、営業職の頃に一番苦痛だったのが、その、スーツを着て、ネクタイをして、いいんですよ、それは。若い時は、そうは言っても、自分でかっこいいと思ってたんで、カッターシャツを着て、ネクタイも、100本以上持てました。で、それはもう、いいんですよ。いいんですけれども、汗かきなんでね、もうやっぱりすぐカッターの首元が、こう、汗で濡れてしまうんですよね。もうそれがみっともないから、だから上司の人に、一緒に誘われては飲み物を飲んだりとかね。で、昼飯どこ行こうってなった時にでもですね、ラーメンしようかとか、ラーメンちょっとまず、すいません、ラーメン嫌いなんですとか。
そういう感じなんですよ。じゃあ冷たいものがいいかって、もう本当に冷やし中華とかそういう感じで、でもね、もうランチって言ってももう王将でもどこに行ってもそういう昼時って人も多いですし、もう賑わってる時って唐揚げが出てきても何言ったってもうわんさか人がいっぱいで、暑いところじゃないですか、クーラー効いてたって言ってもね。だからね、汗かくんですよね、すっごいもうベトベトになってしまって、でまた午後から仕事になってもう本当にもうどうしようもないんですよ。だから体質によるんですけれども、やっぱ自分で飲み物を控えていこうと、いう気持ちが主流だったんですね。で、なんせ、水分を取らない、取ったら汗をかくから、服が汚れるから濡れるからっていうね、生活をやっぱりそういう時代の時って、それやってましたね。だからまあ今日話するのは尿管結石の、お話をしたいと思います。男性の方はね、結構多い方がよく巷で聞くんですけれども、まあ女性の方でも胆石とかね、いろいろあると思うんですが、石が溜まってくるんです、尿道にね。それがね、2014年が控えで2回目で、2018年が、3回目出て、だから何年かぐらい、子供が幼稚園かぐらいの時に1回目があったと思うんですが、3回経験してます。で、まあこうやってね、自分の好きな生活をすることによって、水の制御、水分の制御をしなくなって、まあそれでこそ今でこそね、健康茶っていうのを飲むようにして、体質改善っていうことも考え始めて、現在に至るわけなんですけれども、やっぱり水分を取らずに我慢をした生活っていうことは、何らかの支障が出るっていうのもよくわかります。やっぱり膀胱に石が溜まって、そこから尿道に到達するまでにその石が引っかかって、結石がね、辛い思いをしないとめちゃくちゃ痛いんですよね。今日はねそのお話をさせていただこうかなと思っています。だからまあ今日のねお話はあまり聞きたくないよとか、そこはもういいよっていう方は飛ばしていただいて、少しでもまた興味がある方は、そのまま、ブログツアーの方で、同じように、画像でね、残しておりますので、またご覧をいただきたいと思います。ということで、よろしく。はい、ブログツアーね入ります。いつものようにね、画像からということで失礼いたします。2018年8月2日の記録になって、おりますけれども、またここでもね、尿管結石を自力で排泄をしたということで、ございます。で、閲覧注意ということになってますから、ちょっとね、怪しい部分を飛ばさせていただきます。これが3度目のね、尿管結石の排泄ということでございます。で、まあこれ自力なんですけれどもね、まあ5ミリ程度、だいたい皆さんまあ5ミリぐらいまでは自力で、お薬を剤薬を使ったりとか、救急医療で行って、なんかお風呂みたいな、泡風呂みたいなところになってバンバンと爆発をして、なんかそれが命中して、壊していくみたいな感じなんですよね。で、それって結構痛いらしいんですけれども、まあ、それをせずにですね、うまくかわしながら、出していくというやり方なんですけれども、最近はね、若い、方でも多いということを聞いてます。だからまあ食生活の変化かなんかでしょうかね。だいたいまあ40以降の方の、なんかそういう病気っていうか、これね、尿管結石。だ、近所はね、まあ35ぐらいということになります。わからない方はわからないと思いますが、もう本当に、死ぬかと思うぐらいの、エビがね、反り返ったような、よじれてもう本当に泣きました。
で、それって前兆がね、あって、出るまでの2ヶ月か3ヶ月前ぐらいからなんかね、背中の腰あたりがね、腎臓あたりが痛いんですよ。これは、医学書からの拾いがなんですが、まあ、一回経験すると、また、もしかしてって思ったりするんですが、最初わからなくって、なんでこんなに腰が痛いんやろうとか、それと頻尿、ずっとトイレに、行きたくなりましてね。で、さっきトイレに行ったのに、またトイレに、行きたくなるんですよね。5分も経たないうちに。そこ分かってないから、会社勤めなんかしてると、恥ずかしいんですよね。営業職とかだったら。一回トイレ行って帰ってきてるのに、またトイレ行ってるみたいな。なんで?みたいな。もうどうしてもこれ、人に言わんと、もうあかんぐらいに、さっきトイレ行ったんやけど、またトイレ行きたいって言わんとあかんぐらいな、そういう、感じで、なります。まあ、要するに腎臓のところに石が、溜まってて、おしっこをね、出すところで邪魔をしてるっていうことなんでしょうね。はい。だからまあ水をもう飲まずにやってたからそうなったんかなと思ったりしますけれども、まあ、これも医学書からの拾い画像なんですけれども、腎臓からね、膀胱に、落ちていくまでにもそこを通っていくんで、何かしらその腰が、痛いか、なんかこう、なんか変やなっていうようなことが、何ヶ月か前から、起こってきます。はい。で、まあそこでそれぞれ、名前が違ってて、腎結石ですとか、尿管結石とか、あと尿道結石とかって名前がね、膀胱結石とか。で、その尿管結石になってるところもある程度痛いのがわかるんですが、膀胱に降りてしまうとね、一回治ったかな感じがするんですよね。であと尿道結石っていうところで、まあ名前が変わったりしてるんですけれども、何かしらそこのおしっこにまつわる異変を感じるようになっていくと思います。もう一回分かってしまうとね、まだかって分かるんですけれどもね。うん。だからまあそれをもう経験した人は、それよく分かってると思うんですが、要はその、水分を取ってないっていう、ことが、まあその体質にもよると思うんですが、キンポの場合は汗かきなんで、もうよっぽどね、水とか、水分を取らないといけないのに、それを意識的に取ってなかったと。いうところが反省点ですね。汗をかいて服を汚したくないと。っていうことですね。で、ここからちょっとね、そこの部分になっていきますけれども、まあ、こんな感じでね、血尿が出てきます。ワインを流したみたいな、感じですね。ちょっと申し訳ないんで、ここの部分に関しては、飛ばしてください。あまり、そこは、お話の中ではちょっと、かなと思いますんでね、飛ばしてください。ということで、出たところからお話しますね。まあ、出るところまでも、経験してるんです。で、本当にね、出るときってこう2回経験したんですが、おしっこをね、する前にちょっとやっぱり、血尿が出ますんで、もうそろそろかなっていう感じもありますし、それとあまり出ないんですよね。で、膀胱はわからない。そこから尿道に行って、今度おしっこをするまでの間にね、だんだんと違和感が出てきます。で、そこで、呼んでいただいたと、たらわかると思うんですけれども、ホースの、一番まあ、茎元の下のところぐらいから違和感があって、で、ああ、もうそろそろかも。で、それを、水を飲みながら、まあ、おしっこする、回数を増やそうと自分で意識をしていきますよね。だからまあトイレに行けば行くほど、だんだんと違和感がだんだんこう動いてきてるのがわかるんですよね。
で、そこをもうすぐかなというようなことであります。で、これだいたい出てくるの分かってくるんですよ。で出したらポロッとこんな感じになるんですけれども、5ミリを超えてる、5ミリ6ミリになってるかな。でもこれねすっごいね痛いんですよ、この結晶、コンペイトーのような。これ3つも今あの宝物で、持っていますけれどもね、でもまあこれね、痛いかったことの経験です。もうそれしか言うことがないですね。そこを画像で、撮ってみました。とりあえずね、我慢をせずにね、飲み物をたくさん飲み続けるということ。でもね、1日、まあ1リットルないし2リットルの水をね、飲みなさいよっていうことは、言われてるみたいなんですけれども、やっぱりね、制御をかけてる人が多いことと、それと、そうですね、水を、我慢せずに、まあ、汗をかくの一番体に新陳代謝を高めることなのに、それをやっぱり制御してしまうということが、やっぱり、腎臓に負担をかけてしまってるっていうことなんで、好きにね、生きる生活をすると、まあ、そうにはならないっていうこともよくわかります。だから、まあ、どういうんですか、水分を取るだけじゃなくて、まあ、ピーナッツとか、ほうれん草を食べたらダメ、シュウ酸が入ってるのはダメとかってね、医学的にそういう話もあると思うんですが、まあ、そこは、考えてないんです。やっぱりほうれん草も、菜園で作ってますしね。だからそれはもうどんどん食べたり、好きなものを食べたりいいと思うんですけれども、ただ、まあ、何らかの変化が、出てくるっていうのは、バランスが取れてないっていうことだと思ってますので、だからまあ自分の思ってるものを我慢をせずにね、生きていくっていうことが大事じゃないかなと思ってます。だからまあ金粉の場合はもともと発汗作用が高いんでね、汗かきなんでね、結構いつでもこういうスタイルっていうのももう本当に、事実だと思ってますし、もうその人それぞれだから我慢をしない、ストレスをためない、まあそれが一番大事かなと思ってます。だからまあ今のところはね、好きな生き方をする、好きな生き方っていうのはあれですよ、制御のないっていうことじゃなくてね、自然の理にかなった生き方をすることに対して、まあ歩んでいくと。あんまりまあそこまで気にしなくても、そういうことになっていかないのかなと、と思ったりします。だからまあ、現代社会で、生きていくには、やっぱりそれなりのストレスがあるんで、ある程度、まあ、リスクがやっぱりね、ありますね。まあそこが、まあ、がんになったりとか、今のその成人病の多い部分っていうのはそういうとこじゃないかなと思ったりするんですけれどもね。まあ今日はね、ちょっと金粉に対して、健康だけじゃなくって、何かしらを乗り越えたことがありますよっていうことをお伝えしようと思って、今日は尿管結石を経験しましたということで、お話を終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。ごきげんよう。